マハタ、新ハタ、学名、イッピナフィラスセプテンハシタスとは、スズキモクハタかマハタ族に属する海水魚の一種。ハタの仲間の代表種である。高級魚として知られるクエに近縁な種で、本種も高級魚として取引されている。ハタとは、ヒレもしくは、ブチのある魚という意味。田中重げ魚によれば、マハタの和名の由来は、ハタ類の中で最も微味、または、 最も多いという意味である。多くの地方名がある。主に東日本では、旗や、本旗、西日本では、アラと呼称される。和歌山で、筋役、関西では、マス、三重では、本マス、長崎では、島荒、能登では、掛けばかま、福岡では、高場、鹿児島では、島毛を、沖縄では、アーラミーバイと呼ばれる。また、 三重県島市和ぐでは、旗たじおよび旗たじろます。山口県では、高場の地方名で呼ばれる。全長180センチメートル、体重100キログラム長に達する。魚体は、背びれ基部で最も高くなる。体色は、茶褐色で、7から8本の暗色横帯がある。その横帯の太さは、不揃いで、後ろから2番目は2分する。全長40センチメートルまでの若かでは、 全体が淡い紫褐色で、側面には7本の暗褐色の帯があるが、体色は成長とともに黒っぽくなり、全長100センチメートルほどにまで成長した、老生魚はほぼ真っ黒になる。尾行は前方より後方の方がはるかに大きく、前災骸骨の後方下辺に棘が数本ある点も本種の特徴である。本種やマハタモドキの老生魚は、カンナギと呼ばれる。 本種は、おひれ公園及び、尻びれや背びれの南上に、明瞭な白縁があるが、20センチメートル前後までの幼魚は、おひれの白縁が不明瞭で、マハタモドキの幼魚と区別しにくい。水深110から300メートルの岩礁、貝殻混じりの砂底に生息するが、特に水深160メートルより浅い海域に多い。地魚、幼魚は浅い祖、アモモバなどにいるが、 大型化するにつれて深場へ移動し、1メートルを超える、老生魚は、水深100メートルを超える深海に生息する。大型ハタ類では最も北にまで生息する種で、日本では、太平洋、瀬戸内海、日本海及び東シナ海、薬島、石垣島、北部、伊豆大島、小笠原諸島、沖縄州城海盆に分布する。日本国外では、 朝鮮半島南岸及びチェジュ島、石膏省ネーハ、香港に分布する。養魚飼育個体の体長は3歳で33センチメートル、8歳で50センチメートル、10歳で56センチメートルに成長し、体重は1歳で約200グラム、2歳半で約1キログラムになる。姿勢線熟型の生転換を行い、メスは、 体重4キログラム前後で成熟し、1 0ラムを超えるとオスに性転換する。産卵期は夏で主に夜に活発に活動するが、日中も活動する。魚類、甲殻類、イカタコ類を食べる。同族のクエやアイトハタキジハタと主観交雑することが知られるが、三重県がマハタのオスとクエのメスで交配実験を試みた際には、 不可率が66.0%で、未不可率が21.7%と高かった。漁業では低地網、底引き網、釣り量で漁獲される。天然物は西日本に多いが、沿岸生態系の上位に位置する大型肉食魚で、あることから天然物の漁獲量は少なく、年々減少傾向にある。漁獲量の少なさ、味の良さから高級魚として扱われている。 天然個体、養殖個体とも高価だが、その中でも天然のイケオはかなり高価である。また、体重1 0ラムを超える個体は貴重で、稀に大物が市場に入荷すると1キログラムあたり2万円を超えることもある。また、近煙な高級魚であるクエと並び、大物狙いの釣り人から人気が高い。沖釣りでは生きたいワシやイカムロアジなどを餌に使う。 泳がせ釣りが一般的で、カサゴチダイメバル、ムツなどと共に釣れることが多いが、磯、防波堤でも釣れる。ただし、相模湾など関東近海では個体数が少ないためか、ほとんど釣れない。需要を満たすため養殖が行われており、高級寿司店などで盛んに使われるようになっている。養殖により、入荷量は増加、安定したが、未だに高級魚として取り扱われている。 2014年度の種病生産量は、三重県が全国の約78%を占めているが、同県内のマハタは約80から90%が大汗瀬市で生産されている。以下の県でプライドフィッシュとして選定されている。身は透明感のある白身で、旨味が濃く、禁煙種であるクエと、寝室特性の際は少ない。味の評価は高く、大型個体ほど微味とされる。 天然個体、養殖個体とも、春は晩秋から晩春であるが、夏の産卵後以外は味が落ちない。握り寿司、刺身、鍋料理、煮物、焼き物などで食される。西日本では切り身にしたものを湯引きし、酢味噌で食べる。本種やクは、大型化すると体の模様が曖昧になり、区別が難しくなるが、以下のような点で区別できる。 以下の表では同じく類似種であるマハタモドキも含め、3種の相違点について述べる。本種は、イッピナフィラス属に属するが、マハタモドキハイポーサダスオクトファシタスと共に、ハイポーサダス属として独立させる学説もある。マハタモドキは、全長80センチメートル程度になる種で、当初の岩礁に生息する。日本では、南日本の太平洋沿岸に、海外では、インド 太平洋海域に分布するが、本州沿岸では、極めて稀な種である。産卵場所、生態とも、不明点が多いが、瀬能広市により、養魚も含めて、水深100メートル前後より深い海域で、生活している、可能性が指摘されている。島の周辺や、沿岸沖合の深みなど、やや辺境な場所に多く、生息域は、マハタより狭いと考えられている。 関東の市場では、マハタとして流通することが多く、本種やマハタと思われる特大個体が釣れた際も、特に種を判別することなく、カンナギとして記録されることが多い。本種もマハタと同様に、刺身、鍋などで微妙な白身魚として高値で取引される。ありがとうございます。